気づくとね、物が溢れ返ってます。ぐちゃぐちゃだ。ちなみに後ろもね、ここも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 、そしてここも。今日ね、朝の大雨にやられて、リュックの中のものをね、乾かしてます。リュックはね、ここで乾かしてる。雨でも置き配届くんだなぁ。湿ってるわ。湿ってる。よいしょ。はい、というわけで、講師です。こんにちは。今日も楽しくやっていきましょう。今日ね、朝ものすごい雨が降ってきて、台風14号だっけな。台風が来てるので、恐ろしいほどの雨にね、襲われて、その中でゴミ出し行ったりとかしてたんですけど、いやー、ブロガーの人ってすごいですね。そこでもカメラ回すべきだったよね。もう全然俺はもう雨にイライラして、全然カメラ回すなんて余裕は全くなくて、本当にね、ただただびしょびしょになってイライラしてたんですけど、やっぱ海外の YouTuber とかもそうだけど、片時もカメラを離さずね、何かあったら撮るっていうスタンスがブロガーですよね。ブロガーですよね。いや、そのまだまだね、ちょっとブロガーって名乗るには甘いなっていうふうに思いました。はい、というわけでね、雨にもかかわらず置き配で外に届いてて、もうね、段ボールが湿っているので、さっさと開けてね、段ボールは捨ててしまいましょう。僕本当にね、物がねたくさんあって、ちょっとね、今日はそれを整理していきたいなと思います。もうふにゃふにゃだからすぐ開くわ。今日はまあ軽い感じでいきましょう。今日はこんな感じ。はい、何の変哲もない木の箱。これめっちゃいいやん。ちょっと目分で買ったんだけど、サイズいい感じかもしれない。まあね、何を入れるかっていうと、ここですね、こいつらこのね、ここら辺に、まあ、ヒゲ剃りだとかドライヤーとか化粧水とか、あと髪の毛につけるなんかオイルみたいなやつとか、まあね、毎日絶対使うものがあって、それがデスクのね下に置いてあるんですよ。あのこのデスクでね、椅子に座りながら準備するんで、もうそこにね、全部手の届くところにパッて置いてあるの。それがね、ぐちゃぐちゃしてるし掃除もしにくいから、ちょっとこれを改善しようと思って、今日はこの箱を買いましたっていう感じでございます。あの全然ガジェットでもなんでもないですけど、 Vlog としてね、せっかくなら撮っていこうかなと思います。はい、ここら辺ね、ペンキ塗らないとダメだよね、本当にね。ちょっと見えないからって甘えちゃってるんですけど、ここら辺汚いです、怖いです。もうなんかすごい古いマンションなので、何なんだろうね、水が染み込んできたのか分かんないけど、もうカビカビになってるのはすっごい嫌なので、早く真っ白にしたいなと思います。うまくね、ここら辺のコラを収めたいなと思います。大丈夫かな、いけるかな。はい、 BCAA、 これと今この2種類を交互に持ってってます。これで結構ね、もう大部分取られちゃうよね。で、毎日使ってる化粧水一応つけてますよ。で、僕コンタクトなんですけど、目がすごく乾くので、目薬のね予備常にいくつか買ってあります。で、実はこのすぐ近くにベースもここで練習してるんで、ベースの弦を滑らすスプレー、見ての通りね、僕髪の毛の色がやばいので、髪の毛のね、ダメージリペアミルクみたいなやつ、これね、すごいあのヘアミルクなんですけど、僕なんか髪の毛になんかつけるの嫌いなんですけど、これはすごくサラサラしてて、しかもちょっと効果が感じられるので気に入ってます。で、これいつか動画にしたヒゲ剃り、これ鏡です。鏡、これね、もういつ買ったんだろうって感じ。もう大学生の時には持ってたような気がする。物持ち最強でございます。爪切りとか、僕肌が弱いので、たまになんか急にね、汗もみたいなのができたりするんですけど、これつけると治ります。最近髪を切らしていただいて、ワックス久しぶりにやっかと思って、この2つをね買ったんですけど、全然使ってません。両方とも2000円ずつぐらいした。まあ、ちょっとライブの時とかつけたいなと思います。これだけちょっとね、テイストが違う、ちょっと赤い感じなんですけど、ドライヤー、ほんとちょっとね、赤いからあんまり好きじゃないんですけど、もうずっと使ってます。これなんだ、なんか買った時のケースだ。
うん、こういうものをね、取っといてしまうから、物が増えるから、ここは、捨てましょう。僕ね、ガジェットの動画とかを撮るようになって、これネタで買ったんですよね。孫の手なんですけど、竹のね、孫の手なんですけど、これね、めちゃくちゃ使っております。さっき言った通りね、肌が弱くて、急に肌がなんかね、乾燥して痒くなったりとかするんですけど、これで背中ボリボリすると結構最高なんですよね。孫の手結構気に入っておりますので、毎日セットに入ってます。あとね、これね、もう部屋にいるときいつも使ってますよ。ヘアバンドね。前髪だけちょっとね、長い感じの髪型なので、これでね、上に上げとくと、まあ仕事も勉強もはかどりますわな。タオル地の気持ちいい感じのね、ヘアバンド。やべえ、いい感じじゃん。完璧に入ったんだけど、スーパー小スペースになったわ。超いい感じ。コーヒーいただきます。お、なんかこの価格もね、なんかごちゃごちゃしてていいね、かっこいいですね、いい感じ。はい、という感じでね、今日はね、こんな感じで身の回りのものを整理したんですけど、一つネタあったわ、こちらこちら。でね、昨日は、17日か、夜の21時からね、新しい iPhone の予約が、開始しました。僕はそのね、予約戦線で13 Pro Max のシエラブルーね、青いやつ、最新のやつをゲットしようとね、チャレンジしたんですけど、結果としては、ゲットできました！イエーイ！ゲットできたということで、Apple Store アプリがね、すごい優秀で、まあ、僕ね、今回、Paydee っていうね、無金利で分割払いができるアプリみたいなのをちょっと使ってみようと思って、試しにね、やってみたんですよ。これね、Paydee。でですね、それを事前にやっておくと、App Store で準備っていうのができて、もう最後ね、ワンタップで買えるとこまで持っていけるんですよね。それで準備しておいたので、グッドでした。なので、今から言うのは内緒の話なんですけど、9時の時点で僕は仕事なんですけど、ちょっとね、おトイレに行かしてもらって、お腹が痛くなってしまったので、おトイレに行かしてもらって、そこでね、チュッチュッとやったら、9時1分、21時1分にね、予約が完了しました。ということで、1週間後の金曜日、24日のね、金曜日に iPhone 13 Pro Max シエラブルーがね、届くということでね、バッチリゲットできたというお話でございました。今日はちょっと、なんとなくね、ノリでカメラを回してみたんですけど、皆さんはね、iPhone 予約しましたでしょうか？ぜひね、どの機種を買ったとかね、決まっていたらぜひコメント欄で教えてください。最近ね、覚えた英語で Done is better than perfect っていうのがあって、終わらせることは完璧よりも大切、いいことっていうことで、どんなね、内容になっても動画をね、作って出すっていうことがね、大事かなと思って、こんな感じで撮ってみました。でもね、この画角結構発見かもしれない。なんか、ボケ感もいい感じだし、床に座って喋るのもね、たまにはいいかなと思ったので、今日は僕のね、身の回りの準備グッズをまとめて、完璧でございます。そして、新型 iPhone をね、ゲットできたというお話でございました。動画の最初にね、見せたように、部屋にね、物が溢れているんですよね。もうこの状況ちょっとやばいなと思ってて、本当にね、少しずつこの部屋から物をね、減らしていこうと思ってます。なので、これからちょっとね、断捨離のコーナーを設けようかなと思って、一日、まあ何個か、物をね、手放していくっていうのも大切かなと思います。たくさんの人にね、いろいろいただいたものもあるんですけど、まあ、思い出とともに、しっかり使わせていただいたので、ちょっと時が経ったものとかしばらく触っていないものは減らしていかないと本当にこの部屋がね物で溢れてしまうので、断捨離のコーナーちょっと皆さん楽しみにしててください。そんな感じで今日は終わります。雨なのでね、この後仕事行くのはめんどくさいですけど、まあみんなで楽しく生きていきましょうよっていう感じです。 iPhone ゲットおめでとう、俺も買ったぜっていう人はね、高評価とチャンネル登録を何卒よろしくお願いします。そんな感じで見てくれてありがとう。シュッ。